エントリーナンバー4、虹と雪のバラードを演奏していただきます。穂塚さとしさんです。コメントをご紹介しましょう。30歳から習い始めたエレクトーン、楽器の魅力と親切に教えてくださる先生のおかげで三日坊主の趣味にならずもう6年続いています。虹と雪のバラードは札幌オリンピックの時の歌で、人が集まり街が出来上がるイメージを盛り込んだ歌です。学校の合唱曲としても取り上げられる曲ですが、楽譜がなかなか見つかりませんでした。また自分のレベルで弾けるように友人にアレンジしてもらいました。この舞台はとても緊張していますが、そろそろ冒険してみようと参加しました。皆様に少しでも感動が伝えられたら嬉しいです。ではどうぞ。